要素は、紀元前2世紀から3世紀にかけて、朝鮮半島北部の日本海に沿った地方に住んでいたと思われる民族。三国志や五漢書では、東坂し祖と表記される。2世紀頃の遠い諸国と、東坂し祖、北坂し祖の位置。三国志では、北東は狭く、西南に広い、高栗の蓋は大山の東から海岸までに及び、北にユーロを、夫与と南に、 ワハ白と接し、その言語は、コークリと、大体同じで時に少し異なると記される。要素という独自の国家があったのではなく、前漢の玄都軍の夫祖県にいた、ワハ白系種族を指すものと考えられており、同じくワイから分かれた、フヨ東、ワイやコークリとは、同型とされている。1958年に、ピョンヤンの落老区域で出土した、夫祖、訓議ン,ン,ンや、 1961年に出土した、夫祖町院議員、関所巻28地理ッ夫祖などから、本来は、夫祖であったと考えられている。しかし、三国志以降は、要素と表記されるが、これは、夫祖を誤記したためと考えられている。1958年に、平壌の落浪区域で出土した、夫祖、君議員や、1961年に出土した、 夫祖町院議員は、夫祖地域にいた、ワイ族の主張に送られたものであり、夫祖地域でのワイ族の居留が裏付けられている。三国志東坂市坂伝によれば、はじめ英市朝鮮に帰属していたが、菅の武帝により男四軍が置かれた際に、要素城を玄都軍の剣にした。以来、要素は、玄都軍の支配下に入り、後に玄都軍の縮小に伴って、夫祖剣が、 落老軍に転属すると、要素は落老軍に帰属することとなった。あと、三世紀の頃には高栗に侵入していた。義の旧県が高栗に攻め入った際には、高栗王のウレクライが北坂子祖に逃れたという。この記事に続けて、北坂子祖、南坂子祖という表現が見られるが、南坂子祖とは、東坂子祖を指すと考えられている。あとに、白山末活となり、 渤海国が建国されてからは、渤海人の一部となった。東坂マ・祖は、東以外にも、別の要素が存在するという意味ではなく、東方民族の要素程度の意味だという。前日の通り、北・坂カ祖は、三国志東坂マ・祖カ殿の中に見える名称で、別名でオケ・ミゾロとも言う、南・坂カ祖から800里離れるが、南北ともに、同じ種族で、三国志東遺伝。 安ズマ・サカシソの城に以下の記述がある。王岐が9件の命令で航空領を追撃し、北・サカシソの東方の境界まで至った際、そこの老人に、この海の東にも人は住んでいるだろうか。と尋ねると、昔、ここの者が漁に出たまま暴風雨に遭い、10日間も漂流し、東方のある島に漂着したことがあります。その島には人がいましたが、言葉は通じません。 その地の風俗では、毎年7月に道場を選んで海に沈めます。と答えた。また、海の彼方に女ばかりで男のいない国もあります。や、一枚の布製の着物が海から流れ着いたことがあります。その身頃は普通の人と変わりませんが、両袖は3畳もの長さがありました。また、ナンパ船が海岸に流れ着いたことがあり、その船には、 うなじのところにもう一つの顔のある人間がいて、生け捕りにされました。しかし、話しかけても言葉が通じず、食物を取らぬまま死にました。などとも答えた。詳細は、付与語族を参照中国の司書によると、付与の言語は、高句麗と同じとされ、要素と Y 人もほぼ同じとされる。一方、東のユーローは独特の言語を使っていたとされ、付与の言語と異なると記される。 ここで二つの言語系統が存在することがわかる。ユーロを後に、マッカツへ、マッカツから女子へと名称の変化がたどれるので、ユーロの言語は、ツングース系の言語だったというのが定説であるが、付与書語が、どの系統に属すのかは日本語説、ツングース語説、朝鮮語説、歴史の中で消え去って現代まで残らなかった、失われた、言語系統説、日本語と、 朝鮮語が分岐する前の共通素語説などがあるが、いずれも定説にはなっていない。ABC 田中俊明、朝鮮地域史の形成、世界歴史9位和波講座、1999年、ISBN978 から40億10万 8294P134、三国史疑書、カラスマ戦費遠遺伝公栗、遠い旧語も、ため夫あまり別種、言語所持、 たよ、おっと、あまり道。ご感んしょ、とおいれこくり。等位い伝も。ためおっと、あまり別種、しゅ。ご法則多道。三国志く書、ぎしからすませんぴとおいでん。あずまそ。の言語欲、よく。れいだ道。じじしょうい。わい。げんごほうぞよく。道。いふ優位、五い。ご等位列伝、いれつでん。あずまさかしそ。げんご。しょくいん。い、しにくり。Y、気球きよくり同種、 言語法則大抵総類。三国史義書。カラスマ戦費遠いでにユーロー。その人形に夫あまり。言語不要とあまり。くれどう。五感書遠い列伝。ユーロー。人形に夫あまり。しかも言語格位。ありがとうございます。